拒否ですか？うん。律儀の係長さんから連絡があってね。相談所の所長はあくまでもこっちの言い分を聞くつもりはないらしい。向こうも引き続き内部で調整してくれるみたいだけど、ただこっちは里子ちゃんを救うのに一刻を争ってるんだからな。そんな悠長なことは言ってられないって言い返してやったよ。私は所長さんの顔は見てないんだけど、雛見沢の名前を出して強気なことだね。何でも最近就任した職員らしくて、あまり町会のこととかを知らないらしい。住民の一部がごねてるくらいにしか思ってないらしいよ。バカですね。他の町会ならいざ知れず、雛見沢を本気で敵に回しますか。かわいそうかわいそうなのです。こんなじゃもうやるしかない。さっき神社で役員と話したんだけど、もう後には引けない。何しろうちの名前を出しちまった以上、そうですかダメですかじゃ引き下がれねえ。私たちは今日もこの後すぐに行くつもりです。うん、町会からも人数を出せないか、これからすぐに調整するよ。これからお寮さんのところに行って対応を協議する。ダム戦争の時はともかく、何しろ普通の土曜日じゃないですか。なかなか人なんて集められないんじゃないですか。ああ、ケイちゃん、ここは都会じゃないからね。野良仕事の人の方が多い。曜日なんて基本的に関係ないんだよ。だから土曜日の真っ昼間から準備の人でも大勢集まれるわけよ。普通のお役所は土曜日だからお昼で閉まっちゃうけど、相談所は土曜日も午後3時まで空いてるそうだ。だから1時に現地集合にしてもらっていいか。何人集められるかはちょっと約束できねえけどな。何人来てくれても嬉しいです。どうかよろしくお願いします。大人の人が増えるのは私たちには心強いね。そうだな、4日続けて同じ顔ぶれだから相当インパクトがあるぞ。どのくらい集まるかはお寮の号令次第なのです。そうだね、来てくれる人数でバッチャの本気度が測れるだろうね。お母さんが言うほどお寮婆様が機嫌がいいなら30人くらいは来るかもです。役員に青年部、妥当な数字でしょ。大人30人に子供が10人ちょっと。うん、昨日よりもずっとそれらしいね。もちろん私も行くからな。拡声器も持って行っちゃうぞ。おほう、おじいちゃん必殺の鬼の拡声器ですね。あれって壊れたんじゃないんですか。それは古い方だよ。機動隊に壊されちゃったけどな。鬼ヶ淵四種同盟の頃の血がうずいてくる。どうやら今年は綿流しの前に別の祭りになりそうだな。相談所め、待ってろよ。また里子ちゃんが認めないからの一点張りなのかな。可能性は高いな。リカちゃんの方はその後どうなんだ。サトコに素直に助けを求めるよう説得はできたのか。僕なりの精一杯は言ったつもりです。あとはサトコ次第としか言いようがないです。
サトコも早く変な意地を捨ててくれればいいのに。お姉、捨てていい意地と捨てちゃいけない意地があります。私はサトコの気持ちがわかりますよ。あ、ごめん、そういう意味で言ったんじゃないよ。サトコちゃんは内心誰の助けもいらないと思ってるかもしれない。でもあの表情を見て助けを呼んでいるように見えないなら、そんなの仲間じゃないと思う。そうだな、確かにサトコが助けを求めてくれれば一番話は早い。でもそれを待ってたら大変なことになっちまうんだよ。赤信号の横断歩道の真ん中に立つ子がいたら、まずは諭す前に歩道に連れ戻す。諭すより手を引くのが先であることもありますです。うん、いい例えだね。まずは里子ちゃんの手を引っ張ることから始めないとね。話はわかりました。では教室へ戻って早くホームルームにしましょう。行く前にちゃんと家に帰ってお昼にするんですよ。お昼抜きで買い食いはいけませんからね。これ全部ひなみざわの人だよね。ひなみざわだけじゃないね。沖ノ宮に住んでる人にも動員がかかってるね。本当だ、お店のエプロンをしたまま駆けつけてきてる人もいるぞ。かなり異様な光景だぞ。ということはお寮は相当本気で号令を出したようなのです。そのようです。なんだか私には心地いい雰囲気ですね。私の大好きだったダム戦争の頃が懐かしくなります。ケイ、今日はすごいっすね。どういうことっすか？おお、亀田くんか。まあな、ひなみざ丸ごとに声をかけたってわけだ。集められるのは子供だけだと思ってました。まさか大人まで集めるなんて。そこに痺れる、憧れるっす。まさかこれだけの大人が集まるとは思わなかったにより。女の子は人類の宝でござる。同志がこれだけ集まるのは当然でござるよ。軽く数えて100人を超えてるね。しかも話を聞いてるとまだ遅れてくる人たちがいるみたい。前原さん、遅れて申し訳ありません。すごい人数じゃないですか。やはり鬼ヶ淵の人たちが集まるとすごい規模になりますね。話は聞いてたけど、あなたって本当にすごいのね。いよいよもってダム戦争の頃を彷彿させるよ。しかしこれだけの人数をまとめたなんて、ケイチ君はすごいね。ひなみざわの顔役だね。ケイチ君、おお、結構集まったね。村長さん、一体何人に声をかけたんです？人数なんか知らないよ。教会の連絡網で獅子同盟の緊急集合をかけただけさ。みんな野良を掘り出して駆けつけてくれた猛者ばっかりだよ。ああ、みんな今日は懲戒としての講義だから
獅子同盟の名前が入ったものは使わないでね。あ、ケイチ君のお父さんも来てるよ。こんにちは。いやー、レナちゃん、こんにちは。ケイチ、父さんも応援に来たぞ。母さんも来たがってたんだが、ちょっと仕事の電話待ちがあってな。頑張れと伝言を頼まれてるぞ。あ、ありがとう。しかし、お父さんもダム戦争の頃の話は一応聞いてたんだが、すごいな。ケイチはこの人数の代表なんだろ。うん。最初はほんの5人程度の代表だったつもりなのに、でもこうなっちまったら100人率いるのも1000人率いるのも同じさ。仲間を救うために最善を尽くす。ケイチ、いよいよ正念場なのです。だな。兵力十分、気合もたっぷりだ。相談所の連中、さっきからカーテンの隙間から何度もこっちを伺ってるぜ。きっとビビってやがる頃だぞ。所長、なんだかすごい人数ですね。どうしましょう。どうするもこうするもない。粛々と事務を進めるしかないでしょう。陳情があれば聞くのは窓口の仕事です。私はちょっとこの後出張があるので係長の方で対応してください。ですが、その表では所長は直談判に応じろなんてプラカードを掲げてますよ。ほら。所長は先日代表3人と話をしてますよね。自治の話によると、雛見沢の連中は顔を覚えるのが早いそうです。所長が駐車場に行くまでの間に面が割られちゃいます。係長、裏の職員通用口のとこにも何人か張り込んでるみたいっす。ダム戦争の当時は流血沙汰が当たり前だったそうですから、もし所長の出張も日を改められるものなら今日は控えた方がよろしいんじゃないかと。すごい人数です。なんだかもうじき入ってきそうな勢いですね。よし、ケイチ君、このくらいで行こう。でも兄ちゃん、こんな大勢であの狭い建物の中に全員入れるのかな。かな。もちろん全員は無理だよ。中に入れる人と溢れちゃう人に分かれちゃう。だから中に入る前に全員でシュプレヒをあげるわけ。おねえ、今日は物を蹴ったり壊したりは厳禁ですよ。
しないよ、私はそんなこと。あんたが私の時にやった悪行のせいで私は迷惑してるんだから。おや、あれは大石さんじゃないですか。前原さん、どうもどうも。大石さん、ちょうどいいところでした。これから中に入ろうというところだったんです。前原さん、ちょっと急ぎのお話が。君吉の村長さんも、どうもどうも。こりゃ大石さんじゃないですか。おや、どうしたんです。ちょっとお二方に大至急のお話がありまして。ちょっとよろしいですかね。ここではなんですので、もうちょいあちらの方へお願いします。え、どうしてですか。ですね、早い話が、ここはお役所の敷地内です。特定の目的で専用することは禁じられてます。どうよこっちゃん、役所は住民の声を聞かんって言うんですか。そうです、俺たちは別に悪いことをしようってわけじゃない。佐渡子をすぐに助けてもらいたいと訴えに来ただけですよ。それがどうしていけないんですか。この敷地内での無届け集会がまずアウト。それから獅子骨市児童相談所施行条例という条例があり、施設長は業務の支障になると認定した場合、敷地からの退去を命じることができるとなってるんです。施設長って誰です。まあ早い話が、児童相談所の所長さんですな。汚ねえ、話も一切聞かないつもりかよ。じゃあ俺たちはどう訴えればいいんですか。敷地からの退去ってんだから、ここから出てそこの歩道からならいいわけですか。公道での集会なら県の公安委員会に届け出を出してください。詳しくはお近くの警察署へお願いいたします。つまり今日は解散せざるを得ないってことなんですよ。まあ前原さん、相当向こうに嫌われちゃったということですな。そんなバカな、こんなことってない。せっかくこれだけの人が佐渡子を救えと結集してくれたのに、それを伝えることもできないなんて。そんな、こんなのってひどすぎです。向こうは私たちがいくら訴えてもやってきた人数を書くだけじゃないですか。だから私たち支持を集めて人数を集めたんです。まあね、いくら言っても向こうにはそういう権限があるってんだからね。こればかりは仕方ないよ。おとなしく警察に従うか、警察を敵に回すか、二つしかない。もうダム戦争は終わってます。戦争ごっこはご勘弁願いたいですな。くそ、じゃあどうするんだよ。おとなしく解散してまた出直すか。出直しても多分同じだよ。また同じことになる。所長はもう私たちには一切会う気がないんだよ。役所の機嫌を損ねるってのは
こういうことだからね。じゃあみーちゃん、私たちはこれからどうするの？ここからは息の長い戦い方しかなくなってくるね。敷地に入れないってんだから、せいぜい最小の人数で正面の歩道から横断幕張って要求貫徹を叫ぶくらいだね。それを延々と連日やり続けてプレッシャーを与えるしかない。短期決戦どころか長期戦ってことかよ。お役所もヤクザだからね。意固地になるとかえって逆効果かもしれない。天下の鬼ヶ淵四種同盟がこれでおしまいですか？情けない。おじいちゃん、なんとかできないんですか？シオンちゃん、四種同盟はもちろん押しの強さで戦ったところもあるけど、基本は粘りなんだよ。ここまで露骨に拒否されると、ダム戦争の時の工事事務所と同じで、あとは囲んで長期戦しかなくなっちまうよ。長期戦なのか？結局、相談所が望むだけの期間を待つしかないのか？ダメだよ、圭一くん。里子ちゃんを救うのに一刻の猶予もないの。なぜって言われたら困るけど、それがわかるの。せっかく、これだけの人数が集まったのに、もはや、中に入ることもできないなんて。リカちゃん、そんなに悔しがることはないよ。ミー、私たちはやれることは全てやってる。そう信じてる。ね。ああ、できる全てをやったと信じてる。だったら、追い風が吹くのを待つしかない。準備が万端なら、あとは待つしかないんだよ。きっと追い風は吹く。それはいつなんだよ。クソ、クソクソクソ。
静かにやろう思うたんに、いきなりこれかい。ついとらんわ。わしゃんな、銭がいるんよ。サトシの部屋に通帳が隠してあるんは分かっとん。お前がサトシの部屋に隠したことも分かっとん。おとなしは安住せいや。通帳なんて知らないですわ。そんなのニーニーの部屋にはありませんのよ。だからニーニーの部屋を荒らさないで。ニーニーが帰ってくるまでそのままなの。ニーニー、ニーニー、やがめしか。やってもうたん。また来週来るっつうとったな、相談所。来た時に流れたら面倒なことになるの。ああ。まあ、ちゃったよ。にぃにぃにぃとやっかましい。踊れ、他に言えんのか。黙らんか。黙れちゅうとんがわからんか。誰ちゅうとん。くそ、くそくそくそ。大石さん、あんたにも人の心があるならどうか今日だけ目をつぶってください。こうしてる間にも里子の身に危険が迫ってるかもしれないってのに。おっと、私に指一本でも触れると執行妨害で現行犯逮捕しますよ。くそー。やめなよ、ケイちゃん。挑発に乗っちゃダメだよ。大石のおじさま、そんな態度だときっと長生きできませんよ。そりゃ怖い。言葉をもうちょい選ばないと、あなたの場合は恐喝の現行犯になりますよ。よしなよ、圭一くん。大石さんは私たちの味方だよ。はぁ？レナ、お前何を言ってるんだ？わかんないかな。大石さんは言葉がさっきから優しい。警察の対面で言ってるだけで、本当は圭一くんの味方なんじゃないかな。だって、大石さんが本気で私たちを追い払おうとしたら、こんな悠長に話し合いをしないで、実力で追い払ってると思うもの。追い払われなくても、現にこうして、相談所の前に立ちはだかってるじゃないかよ。これがどう味方だってんだよ。大石さん、パトニー課長から無線が入ってるっす。ありゃどうも。じゃあ私はちょっと席を外します。皆さんは解散の段取りだけお願いします。そこから一歩でも前に進んだらその時点で宣戦布告ってことにしますからね。覚えといてくださいよ。ふっふっふん。クソったれ。もしもし、大石です。神田旅行。大石さん、そっちの件はどうですか？大丈夫です。皆さん極めて冷静です。
ただ人数が集まっちゃったので内部の話をつけるのに時間がかかっちゃってるようです。そうなのかい。相談所の方からまた電話が来てるよ。まだ解散させられないのかって。もうじき解散しますよ。トップの話はもうついてるんです。向こうが多分内部を説得するのに時間がかかってるんでしょう。また電話があったらもうちょい待ってくださいと伝えてください。鬼ヶ淵支守同盟が動き出したなんて聞いて大石さん言ってもらったけど、今回は穏便に行きそうだね。ねえ、ダム戦争はもはや昔の話です。もうちょい時間をください。大石さん、よくすらすら嘘が言えるっすね。トップの話なんて全然ついてないじゃないですか。なさてね、どの下が嘘をついたやら。所長からすぐに解散させないと暴動に発展する可能性があると脅されてますし、やはり増援を頼んで向こうがこれ以上体制を整える前に攻撃した方がよろしいんじゃないですか。クマちゃん、そう意地悪しなさんなよ。は？仲間を助けようとしてあれだけの人数を集めたんですよ。大したもんじゃないですか。町会を動かしたってことは、園崎お涼を解き伏せたってことだ。あの年で説得するなんてできることじゃありません。やはりこれだけの人数を集めるには園崎お涼の根回しは不可欠ですか。連中が助けろって言ってる里子ってのはダム推進派の北条夫妻の娘です。見殺しにはしても助けるために村が立ち上がるなんてことはありえない。それくらいに村と北条家の間の溝は深かったはずです。それをわずか数日で埋めたんですよ彼は。実はね、私そのやりとりの一部を見てるんですよ。渡流しの準備会の席上でね。彼は勇ましかった。村の年寄り連中から総攻撃を食らっても全然ひるみやしない。見事年寄り連中を説得した。そしてお寮も説得できたら協力するという難問を吹っかけられた。で、今日があるんだからその先本家まで納得させちゃったわけだ。ありゃ将来は大物だよ。クマちゃんは今から前原さんと仲良くしといた方がいいかもしれませんよ。じゃあやはり大石さん手加減してましたね。普段なら強引にやるはずなのに、話し合いなんて生ぬるいことを始めるから驚いてたとこです。前原さんに今日はちょいと花を持たせようと思ってます。解散したってことにして引き上げますか。そこまでサービスすることはないです。それにね、前原さんたちもクマちゃんも鬼ヶ淵の連中をまだまだ分かってない。こんな程度ね、すぐに破られちゃいますよ。まあ見ててください。破られるまで待とうってことですね。憎まれるばかりで相変わらず感謝されない役ですね。クマちゃんも一本吸います。それおいでなすった。いきますよクマちゃん。前原圭一君がいるか。どこだ。前原圭一は俺です。何の用ですか。間違えるな。我々は君の味方だ。あんた方は誰ですか。おじさん、どうしてここに。そんな
ありえないです。さあ圭一君、君が代表だ。戸惑うことはない。行こう。はいはいはい、ストップストップ。沖宮署の大石です。皆さんこんにちは。どちらへおいでですかな。なんじゃいお前は。警察が住民の代表の陳情を妨害するとはどういう了見じゃ。いえいえ佐野崎先生、これはですね、相談所側からの要請に基づく出動でございまして。やかましい。警察は突っ込んでろ。おお、お前にここに来て陳情を妨害しろと命令しよったのは誰じゃ。いえな所長から直々でして。いや所長には逆らえませんもので。沖宮署の所長だな。後で厳重抗議しちゃう。首を洗って待っとけと言うておけや。はいはい、伝えておきます。でですね、とりあえず獅子部主の条例がございまして、施設長である相談所長がですね、彼らが入ると事務に支障があるってんで、権限の範囲内で敷地からの退去を命じてるわけなんです。どうも、園崎法律相談事務所より参りました弁護士の園崎です。市児童相談所施行条例は拝見させていただきましたが、本件は不当で職権乱用にあたります。こちらは施行条例の復写。また前原圭一氏は雛見沢連合町会が委任した陳情団の団長です。こちらが連合町会発行の委任状。雛見沢連合町会は獅子骨市役所自治係の立ち会いの下で結成された善意の住民団体です。よって前原圭一氏は正当な手続きを経て結成された住民団体の正当な代表者と認められます。この陳情を否定するのは明らかな職権乱用であり、これは市職員服務規定にも違反します。以上から児童相談所長の命令が失効することは明らかであり、それに対し警察がこれ以上の妨害を行う場合。わかりましたわかりました、ごめんなさい。どうぞ皆さんお通りください。最初からすっこんどればええんじゃ。さあ行くぞ圭一君。全員で入られればやっぱりそれは事務に支障が出ると思うんですがね。ご心配なく、団長以下の我々代表団だけで入ります。この人数でも業務に支障があると言われますか。相談所内の待合ロビーにはソファーが4機あり、10人程度の訪問者は十分に想定の範囲内で。失礼しました、打足でした。どうぞどうぞお通りください。前原君行きましょう。もう私たちを遮る敵はいません。はい、おいでな。ミオシロン、リカちゃんも行くぞ。うん、行こうみんな。やはりこれはお寮の口利きですか。だね。まさかバッチャ、この人たちにまで声をかけてくれるとはね。見て見ぬふりどころか
その滝本家最大支援じゃないですか。大馬場様、どういう心変わりですか。レナは驚かないけどな。みーちゃんのおばあちゃん、きっと力になってくれるって信じてた。そっか。あのばあさんにはとんでもないことをたくさん言っちまったけど、チクショー、キスしてやりたい気分だぜ。じゃあみんな、私たちは行ってくるね。前腹の坊主、しっかりな。いよいよ天王山でござるよ。ご分をでござる。エンジェルモート敵団兵連隊、退路を確保。同志の突撃を援護せよ。へい、頼むぜ。熱いのを一発ぶちからしやれ。ああ、見てろよ、やってやるぜ。前腹さん、ここで待ってます。良い知らせを待っていますよ。必ず良い知らせを。先生も待ってますからね。ご用でしょうか。前原圭一です。北条里子の件についてお願いに上がりました。素直の言わんで所長出さんか。日並沢連長の代表の前原氏が来とるんじゃ。所長対応せんかい。所長はただいま所用で手が離せません。代わって私がお話を賜ります。どうも、園崎法律相談事務所より参りました、弁護士の園崎です。以後の会話は全て録音させていただきますので、ご了承をお願いいたします。どうか責任あるご返答をお願いいたします。所長の手が空くかどうか確認いたします。少々お待ちください。原山くん、お久しぶりです。園崎議員、その節は大変お世話になりまして。今日は日並沢連合町会の代表団のメンバーとしてお伺いしました。所長さんに会わせてください。大変失礼しました。君、所長席前の応接にご案内してお茶をお出しして。それが県議と市議の園崎議員が両方おいでで、あと弁護士らしき人もいます。責任ある回答と言われると管理職以外では対応できません。市の係長からは折れといた方がいいってご助言いただきませんでしたっけ。町会って言うからもっと近所のおっさんなんかが来ると思ってたのに、なんで議員が来るわ、弁護士が来るわ、ヤクザは来るわ、
首都が200人も集まってくるわけですか。それがその日波沢ですから。もしもし、原山です。ああ、どうも、変わります。所長、自治です。だから私、申し上げましたよね、所長。いや、別に自治はそういう係じゃありませんよ。いや、自治の仕事は地域コミュニティの活性化と行政との連帯を、自分に譲歩するしかないですよ。建前はこの際引っ込めた方がいいです。私どもも住民あっての行政なんですからね。所長さん、ちょっとここは一つ穏便に妥協できませんかね。まあ最終的な判断は所長にお任せします。こちらも努力はしますが。だから所長、私言いましたよね、連中を怒らしちゃいけないって。所長、今日は3時で逃げ切ったとして、月曜にもまた来ますが、その時はどうするんですか。自治にまでサジを投げられたら、もう市長室にはとっくに話が行ってます。月曜の町議で多分話が出ますよ。つないでください。はい、お電話変わりました。ただいま変わります。お待ちください。所長、お電話です。本庁、自治じゃなく誰からです。市長からお電話です。はい、そうですね、日波沢地区六町会を束ねる連合町会を代表されていらっしゃってる皆さんです。ええ、そうですね。ぜひ話を聞いてあげてください。そんなことはありませんよ。公平さはとても大切ですが、地域に合った柔軟な対応をしてこその姿勢です。ええ、よろしくお願いします。今日の話が終わりましたら、今日の6時までに市長室に直接報告にいらっしゃってください。よろしくお願いいたします。すまんねえ、エロー助かったんよ。
とんでもない。それにしても本庁舎に直接いらっしゃるのは随分久しぶりになりますよね。その崎さんが直接おいでになられるから何事かと思いました。すまんね、物を頼むんかいね。直接コントの礼儀悪いと思うたんよ。すまんねえ、ほんま。いえいえ、当方の職員が大変に失礼いたしました。市政が町会の皆さんとの連携で成り立っていることをよく指導しなかった私の不徳が招いた事態です。しかし、聞けば聞くほど関心な若者ですね。友達を助けるために、それだけの運動を起こす情熱と気力は、なかなか今時の若者には見られません。そうなんよ、そうなんよ。大した若い手段ね。あんなのがいてくれたら、わしゃいつお迎えが来ても、いつでもひなみざを任せられるわ。ババ様、お迎えなんて縁起でもないよ。長生きゃするもさな。あかね、今後も何かあったら、圭一の面倒見たったれえな。あらま、すっかり気に入っちゃって。私が男の子を産まなかったのまだ根に持ってるのかい？わかりました。本当に申し訳ございませんでした。直ちに対応いたします。係長、北条さんのお宅に電話してください。わかりました。これぐらいで勘弁しちゃうがな。ええんか？通帳の場所、電話が終わるまでに思い出しとかんね。もしもし、どちら様？お世話になっております。沖の宮の生活相談所でございます。またかいね。あんたとこも暇やんな。うちばっかりかまっちょなんで、他の仕事せえな。お前の給料俺の税金で賄っとんやん。申し訳ございません。これからうちの職員がお邪魔させていただきますが、よろしいでしょうか？よろしいわけない。今な、家の中を大掃除中なんねん。誰もお迎えできるような状況にありまへん。また日を改めてえな。今日は里子さんはお休みしていると聞いていますが、ご在宅ですね。病気なのに外出させてるということはございませんよね。申し訳ございません。里子さんに大至急確認したいことがございまして。なんじゃい、里子に何の確認があるんじゃい。わしが里子の親ねんねん。親が回答するんねん。俺何でも聞いたってや。里子さんを電話先に出すのを拒否されますか？拒否なんて言っとらん。
親がこの代わりに回答する言うとんねん。我今日はえらい強気やんねん。どういうつもりじゃい。お前、名前言うてみ。もう一度お願いいたします。さとこさんを電話先に出していただけませんか。おんだりゃあ。ちょいと待っとれよ。風で寝とるとこ起こすねん。時間くれや。おう、さとこよ。相談所の人がな、お話ししたいことあるっちゅうねん。ちょいと電話に出てんか。何のかんのあっても、わしら仲良し家族やんね。そこを間違えちゃダメやんね。な。はい。わしを怒らせると、サトシの部屋が大変なことになってまんの。よく覚えといてな。ああ、ちゃんとうまく電話ができたら、もう金輪際サトシの部屋には入らんと約束する。どうや。仲直りやんね。な。な。な。わしら仲直りじゃ。な。な。な。わかってますわ。仲良しですもの。北条さと子さんですね。こちらは沖宮の生活相談所の原山と申します。いかがですか、その後は。鉄平さんとの生活は問題ありませんか。ええ、おじさんとの生活はその後もうまくいっていましたよ。そうですか。問題ありませんか。え？ああ、はいはい。どうぞ。もしもし？さとこか？俺だ！圭一だ！無事か？ええ、無事ですわよ。いいか、さとこ。もう全部決着がつくぞ。児童相談所の所長は、お前がうんとうなずけば即時に保護すると約束した。所長だけじゃないぞ。七骨市の市長もお前の救済に最優先指示を出してくれてる。へえ、すげえだろ。そのザキ家が全部手回しをしてくれたんだ。ミオンのばあさんがそこまで動いてくれたんだぜ。確かにダム戦争以降、ひなみ沢に北条家の娘だというだけで、さとこを無視したり、冷たくする奴らがいたのは事実だ。俺は鈍感だから気づかなかったが、さとこは毎日、そういう人たちの冷たい目線に傷つきながら、生活してきたんだよな。でもな、そんなのは、全部俺たちがぶち破ってやった。もうひなみ沢には誰一人、お前のことを見捨てようとする奴はいない。お前に見せられないのが残念だぜ。今俺たちを応援するためにひなみ沢から200人以上の人が集まってる。明日の綿流しの祭りの準備を放り出して
お前を助けるために相談所へ尋常に集まってくれてるんだよ。え？あ、はい。な、その雑記の人から伝言だ。ミオンのばあさんいるだろ？サトコに伝えてくれってさ。今まで冷たくしてごめんなってさ。今度ぜひみんなで本家へ遊びにおいでってさ。な？あのばあさんももうお前の味方なんだよ。あのばあさん、お前を助けるために今市長のとこに直談判に行ってるらしいぞ。だからそれは俺たちも同じだ。俺たちお前の仲間はな、お前が連れ去られた次の日から毎日相談所に押しかけていたんだからな。みんながさとこのために賛同してくれた。人の数はどんどん増えて、今やひなみざは全部の指示を取り付けた。ちょっと待て、リカちゃんが代わる。さとこ、リカです。リカ、ケイチたちが全部全部終わらせてくれましたです。もうひなみざわはさとこを敵にはしないのです。だから僕とさとこが一緒にお買い物に行ってもさとこだけが無視されたりしない。僕だけがおまけをもらえたりはしないのです。さとこに冷たくする人はもういないのです。そんなのって信じられませんですわ。そうね、私も信じられない。リカ？これはどうにもならない運命なんだと。どうやっても助けられない袋小路なんだろうと諦めた。あなたもそうだったはず。でも運命なんてなかった。抜けられない袋小路なんてなかった。どんな壁も金魚すくいの網よりも薄いんだって豪語して、本当に圭一が打ち破ってみせてくれた。さとこ、もう不幸に屈しなくていい。私たちはもうあなたの鼻先にまで救いの手を伸ばしているの。あなたがうなずくだけでも手が届く。でも私強くならなくちゃいけないんですの。あなたのトラウマ、それを克服しようとするあなたの強さ。あなたはおばのいじめをサトシの背中でやり過ごしてきたことに深い罪の思いをずっと抱いてきた。その贖罪のために鉄平のいじめに耐えていることを知っているわ。助けを求めない自分になることで兄に甘えきってしまった自分と決別したいというあなたの心はわからなくない。それはとても高貴な決意で、あなたの成長を意味する素晴らしいこと。もしサトシが今ここにいたなら、あなたのたくましくなった姿にきっと拍手を送る。きっと頭を撫でてくれる。ムーって。いいに。なんて思った。全然ダメね。サトコ、あなたはサトシの強さなんかに全然追いついていない。あなたは耐えることが強さだと思ってるようだけど、それが昔とどう違うというの。今のあなたはサトシが帰ってくるまでを耐えているだけ。結局サトシにかばってもらうまでを耐え忍んでいるだけなのよ。あなたはサトシがどれだけの強さを持っていたのか、身近にいてまだ気づけないの。サトシは戦ったの、戦ったの。恐ろしい叔母に真っ向からあなたを救うために。思い出しなさい、あなたが泣き叫ぶほどに恐れたあの叔母に両手を広げてあなたの前に立ってかばってくれたサトシの姿。
立ち向かったの。サトシは耐えたんじゃない。助けを求めなかったんじゃない。戦ったの。立ち向かったの。私もかつてはそうだった。どうせダメだと思って、戦うのをやめた。立ち向かうのをやめた。運命に屈し、耐えることを選んだ。助けを求めたってどうにもならないと思って、助けを求めるのもやめてしまった。それは、今のあなたと同じ。いじけて誰かに助けてもらうのを待っているだけ。でもね、私は立ち向かう。だから圭一から受話器を奪った。この運命の最後の最後だけでも、私が自ら打ち破る。だから、私があなたを解き捨ててみせる。サトコ、あなたのすぐ後ろに、いるんでしょ、鉄平が。ええ。いますわ。さあ、その男の顔を見なさい。その恐ろしくて、醜悪な顔を。そして、その恐ろしさに、完全と立ち向かったサトシの勇敢さに気づきなさい。もしあなたが、サトシに対する罪をあがなおうとしたならば、それは、助けを求めない強さを得ることじゃない。サトシの勇気を、力強さを受け継ぐことなの。それにどうか、気づきなさい。足がすくむ、奥歯が震える、背中の産毛がゾワゾワする。その感触すべてがあなたをかばおうとするたびに、サトシが感じていたすべて、そして分かって、サトシがあなたに何を期待していたか、何を見習って欲しかったか、それが分からなかった。サトシは永遠に帰ってきたりするもんか。うん？なんじゃい。長い電話だの。さあサトコ、あなたの強さを、この一年でどれほどの強さを得たかを、サトシに今こそ見せなさい。サトシのような勇気を今こそあなたの胸に宿しなさい。リカ、でも里子、これから受話器を相談所の人に戻す。あなたの口で伝えなさい。ええ、ええ、
あなたの勇気を見てるから。もしもし、電話を代わりました。相談所の原山です。もう一度確認いたしますが、鉄平さんとのその後の生活は問題ありませんね。はい、もう一度お願いします。私を助けて。おい佐藤子、オンドリア裏切ったんだ。あんたなんか大っ嫌い。出てって、ここから出てってくださいまし。ここは私とニーニーの家ですのよ。私たち家族の家ですのよ。あんたなんか大嫌い。あんたなんか出て行け。かー、こんやろー。なんじゃいその目つきや。前歯全部へし折られてんか。北条鉄平、ここを開けろ、警察だ。早く開けんか。ぶち破って入るぞ、こら。どうでしたか、さとこちゃんは。さとこちゃんは助けを求めました。これで相談所は動きます。それよりさとこが危ない。逆上した鉄平がさとこに乱暴するかもしれない。行かないと。誰か車を回して。前原さん、大丈夫ですよ。ついさっき北条家に警官が突入しました。佐藤子さんに暴行を加える時間なんて与えません。え、どうして。さてどうしてでしょうね。とにかく一件落着ならこの集団解散してくださいよ。それじゃひとまずこの場は失礼します。それでは良いお年を。うんふんふんふん。大石は里子の電話を聞くのと同時に無線でどこかへ連絡していましたです。里子ちゃんの家の前にあらかじめ警察の人がいてくれたってことなのかな。そっか、リナ殺しの件で警察が張り込んでたわけだ。なるほどね。リナって誰だ。皆さん、車に乗ってください。早く平見沢に戻りましょう。
ちゃん大丈夫？大丈夫？あこれが大丈夫に見えまして、監督、さとこを見てあげてください。とにかく診療所に運びましょう。さとこちゃん、自分で歩けますか？さとこ。リカ、見ててくださいまして。私、やるときはちゃんとやるんですのよ。ええ。あなたの勇気、ちゃんと見てた。あなたは勝った。運命に、打ち勝った。どうも間一髪にはならなかったようですね。お役に立てなくて申し訳ない。はい、大石さんが気を利かせてくれなかったらどうなっていたことか。ありがとうございました。大石のおじさまもたまには気が利くじゃないですか。それで里子さんの容態はどんな感じですか？監督が見てくれています。何でもなければいいんですけど。ああ、クマちゃん、鉄平はどうしました？確保しました。さっき小宮山さんたちの車で署へ移したそうです。じゃあ逮捕されてもうこの家には戻ってこない？別に逮捕されて死刑とか無期懲役ってわけじゃないだろうからな。考えたくはないけど、いつか戻ってくるんだろう。まあそうはさせないけどね。二度と雛見沢に近づけないようにしてやるさ。おやおや、園崎家の次期当主が恐ろしいことを言い出しますね。脅迫とかはいけませんよ。脅迫じゃないですよ。雛見沢や沖宮の界隈に帰ってくるときっと大変なことになるだろうから、もしシャバに戻れてもこっちに帰ってこない方がいいですよって忠告申し上げるだけです。ああ、忠告なら仕方ありませんね。これで、さとこちゃんは本当に救われたの？これで全部？全部？さてね。急は要さないけど、まだまだいろいろと戦いは続くと思うよ。鉄平の神剣が喪失すれば、新しい後見人を定めなくちゃならない。さとこの権利関係とかいろいろね。でもそれは大丈夫。バッチャが腰を上げてくれた以上、その先本家がバックアップするよ。里子の不利になるようなことには絶対ならない。里子は診療所へ行きましたです。でも入江の話では思ったより傷は浅いそうなのです。そうか、それはよかった。さとこちゃんは明日にはもう退院できるのかな？かな？さすがに退院しても全て元通りってことはないだろうね。違いますですよ、ミー。明日は綿流しのお祭りなのです。なんだか大変な一週間だった気がするけど、もし綿流しのお祭りを全員で迎えられたなら、それって結局ハッピーエンドってことじゃないですか？うん、
私たちが取り戻したかった世界をようやく取り戻せた証なの。そうだね。サトコだってケイちゃんの叩き売りはきっと見たいと思うよ。すっかり忘れていたけど、今頃プレッシャーが。サトコは絶対に来ますですよ。灰原の坊主、やったな。やりましたね。連日押しかけた甲斐がありました。傷つけば傷つくほど心は臆病になっていった。悲しい思いが深ければ深いほど幸せを喜べなくなっていった。幾千度と繰り返されてきた同じ時間、同じ世界、笑顔を忘れてしまった少女は心に鍵をかけて引きこもるが、その隙間から差し込んでくる光に気づいて顔を上げる。パンドラの希望は本当に存在していたのだろうか。皆殺し。取り戻した勇気とともに明かされた闇の真実。諦めていた未来はすぐ目の前にあった。じゃあ、昨夜は結局、診療所に泊まったのか？ええ、私は全然平気ですのよって言ったんですけど、監督たちが一晩様子を見たいなんておっしゃりますもので。お医者さんがそうしろって言うんだから、素直に従った方がいいと思うけどな。
わかった。診療所で一人でお泊まりするのが怖かったんでしょう。夜の診療所には成仏してない霊がいっぱいいるそうだからね。さとこは僕と一緒でないと眠れない体になってしまったのですよ。はぁ、どうして一緒じゃないと眠れないのかな、かな。それはですね、一人だと怖い夢を見てとんでもない寝言を。こんな当たり前の風景がもう取り戻せないかもしれないって思ってた。そうだな。でもな、取り返したぜ、俺たちでな。主に頑張ったのは圭一だと思いますですよ。圭一が相談所に訴えようと自分で言い出して、圭一がみんなで押しかけようと言ってみんなに声をかけたのです。そうだね、圭ちゃんが最大の功労者であるのは私も認めるよ。今回の一件で雛見沢に前原圭一ありってのはだいぶ知れ渡ったと思うからね。はぁ、圭一くん有名になってモテモテになっちゃうのかな、かな。そりゃあモテモテになるね。婦人会のおばさま方にチヤホヤされちゃうよ。いよ、モテる男はつらいね。すげえ人だな。雛見沢ってこんなに人がいたんだ。綿流しのお祭りはみんな来るよ。多分雛見沢の人の半分くらいは来てるんじゃないかな。それだけじゃないよ。近隣の町の町会や子供会も招待してる。そうだよな。俺たちの学校あれしか生徒いないのに、今日は子供の姿がやたらたくさんある。お祭りの賑やかさはやっぱり子供の賑やかさだからね。露天商は町からわざわざ来てくれてるんだよ。やっぱりこういうのがないとお祭りは盛り上がらないよね。で、それを俺たちは荒らして回るわけか。どんな勝負にせよ、俺は負けないぜ。そうだね。頑張ろう。ハルロン、遅れて申し訳ないです。私がビリでした？ならこれで全員揃いましたね。このメンバーが揃うとのんびりお祭りを楽しもうということにはなりませんのね。そりゃそうだよ。今年も行くよ。綿流し祭、6人か。六強爆投！さとこ、今年は気兼ねしないで思いっきり楽しみましょうなのです。頼まれなくても気兼ねなどしませんわ。大暴れさせていただきますのよ。よっしゃさとこ、その息だぜ。昨日までのことなんか
今夜で吹き飛ばしちゃいましょう。今日はみんなで思いっきり遊ぼう。全員が揃うなんて一週間ぶりだもんね。そうさそうさ、今夜は全員で祭りを遊び倒すよ。おや皆さん、早速はしゃぎ回っているようですね。やあリカちゃん、約束通りに来たよ。盛大に盛り上がってるね。どちら様でございますのかしら。リカの知り合いですの。赤坂は肝心な時にいなくて使えないのです。なんだろう、私怒らせるようなことをしましたか。な実はですね、赤坂さんが温泉へ行かれているほんの一週間ほどの間にですね、とても大変なことがあったんです。はあ、リカちゃん、その人っておもちゃ屋さんで会った人だよね。よね。ああ、そういえば大石さんと一緒にいたね。この人も警察の関係者さん？おや、前原の坊主じゃないか。噂には聞いてるぜ。聞いたよ。なんでもお寮のばあさんと日本刀ぶつけ合って納得させたっていうじゃないか。やるねえ。そんなことしてないっす。平和に話し合いをしただけですよ。しかし偉いな、みんなを率いてお役所とちゃんと交渉したんだもんな。前原のお兄ちゃん、あんざ飴サービスするよ。何もいる。圭一くん、いいな、いいな。今日はモテモテだね。圭一は熟した果実がお好きに違いないのです。リカが何を言ってるかわかりませんが、どうせろくな意味ではありませんわね。
あ、昨日助けに来てくれたおじさん、昨日はどうもありがとうございました。あ、紹介が遅れてるね。県議会議員をされてる三郎おじさんだよ。こっちは市議会議員をされてる健おじさん。昨日は来るのが遅くなってすまんかったね。相談所への道を一歩間違えちゃってな。いや、でも頼もしかったです。やっぱり議員は強いですね。住民の代わりに喧嘩をするのが仕事だからな。強くて当然だわい。さとこちゃんも無事で本当に良かった。これからは何かあったらいつでも相談してください。必ず味方になりますよ。ありがとうございますですわ。本当に立派なお子さんをお持ちで羨ましいですな。いえいえ、圭一なんてとんでもない。お、圭一、お父さんたちも来たぞ。あ、圭一くんのご両親だ。こんばんは。はじめましてなのです。圭一のニャーニャーをしておりますリカなのです。どうも初めましてですわ。北条さと子と申します。あなたがさと子ちゃんね。こんなにひどい怪我をして本当にかわいそうに。今後も何かあったら圭一をぜひこき使ってやってください。それと引き換えと言ってはなんですが、どうですかお嬢さん、ぜひ今度モデルに。なんだか監督と近い属性を感じるお父様ですわね。すまん、こういう親父なんだ。でも温かくて楽しそうなお父様でしたよ。楽しい綿流しのお祭りは僕も初めて見ますのです。そうね、私も初めてよ。というかあんたの方が長生きしてるんだもの。あんたが初めてなら私にとっても初めてに決まってるじゃない。あうあう。でもきっと綿流しという名前のお祭りになってからの中でも一番賑やかで楽しいお祭りだと思いますのです。そもそも綿流しのお祭りが楽しいお祭りになったのはここ数年のことでしょ。明治以降は退屈な古出家の儀式だし、それ以前は鷹の好みのお祭りだったはず。あうあうあう。ごめん、今日は意地悪はなしね。楽しみましょう。私たちも、私とあなたを祭る夜なんだから。